皆さんこんばんは、別所哲也です。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2022オンラインクロージングセミナー NFT ×映画フィーチャリングレトリックスター、今日は皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。私、俳優の傍らこの国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジアの代表を務めておりまして、今年で24回目の映画祭を数えることになりました。もう24年間やらせていただいているわけなんですけれども、皆さんもね、もちろんこの映画祭のことをご存知の方、ご存知でない方、今日は NFT という文脈、Web3 というこの文脈の中で今日ご覧いただいている方もいらっしゃると思います。ショートショートフィルムフェスティバル&アジアについてご紹介させていただきたいと思うんですけど、今年2022年はですね、全世界126の国と地域から5720本という作品がこのコロナ禍にもかかわらず、集まりました。ここ日本の映画祭に、オンラインで集まってきたわけです。厳選された作品群をですね、今年の6月の7日から6月の20日まで、リアル会場の上映、そして、ゴールデンウィーク4月28日から6月の30日までオンライン会場で配信をさせていただきました。まさにオンライン会場ハイブリッドの開催という、まあコロナ禍が未来をちょっと強引に連れてきたという感じなんですけれども、もう世界中で映画祭が新しい形を模索する中、私たちの映画祭もこのような形でリアルとオンラインという形でやらせていただきました。今日はまさにその今年の映画祭を締めくくるクロージングセミナーということになります。改めまして、今年の映画祭にご参加いただいた世界中のフィルムメーカーの皆さん、そしてお客様、そしてメディアの皆さん、そしてご協賛やご協賛をいただいた皆さん、感謝いたします。ありがとうございます。またメタバース元年と呼ばれる今年ですね、私たちは映画祭としては今ご覧いただいていますけれども、メタシネマ超える、見つける、始まるをテーマに、映画シネマのこの世界観をどう21世紀で超越していくのか、新たな映像表現や映画の楽しみ方というのを映画祭を通じて提案をしてまいりました。もちろん VR の楽しみ方とか、メタバースと言われる世界でデジタルツイン、あるいはそのネット上でのオンラインでの映画祭の開催のあり方、祭りのあり方、いろんなことを試行錯誤しながら届けてきたわけです。まさにコロナ禍の2020年2021年を経てオンライン作、まさにこれは発展してきたと思いますし、皆さんもリアルな職場であったり、それからライフスタイルと、それからバーチャルオンラインの中での自分の在り方というのを模索されてきたのかと思います。新しいエンターテインメントを見つける場としての映画祭、今年も多くの収穫がありました。VR 空間でのトークイベント、それからショートフィルムの上映、AI 脚本家が手掛けたショートフィルムの上映であるとか、脳波を分析してのニューロサイエンス、もう本当にたくさんのことをやらせてきていただいたわけですけれども、今日はこの映画祭の中で Web3、NFT やブロックチェーンの技術を活用して新しい映画、このビジネスモデルはどうなっていくのか、その制作手法についてお話をさせていただこうと思います。もうずっともう画面に映ってらっしゃいますけれども、早速紹介させていただきます。このレトリックスターのチームから、ノマ株式会社エドリードジャパン代表取締役の映画監督太一さん、そして株式会社コインポスト代表取締役の香上貴人さんに、ご参加いただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう今日ね、この会場にも本当にお客様たくさんいらっしゃってくださってて、3万5000人ぐらいのお客様、3億5000万人という声がかかってますけど、ありがとうございます。一緒にですね、映画と、まあ、この NFT、ブロックチェーン、Web3 がどういう発展をするのか、今日は探っていきたいと思います。このレトリックスターなんですけれども、暗号資産を題材にクリプト業界の欲、闇、そして希望、もう先に欲と闇が来るあたりが興味津々ですけれども、まあね、毒から薬は作られると言いますから、毒と薬の境目、闇とこの欲の先にある希望、一体どんなものなのか、この二人にね、
解読しながらお話しいただければと思うんですけれども、レトリックスターは100本の実写映画、NFT 技術を用いた新しい映画のインフラサービスをベースに制作をされていらっしゃると。実は私たちの映画祭、6月20日に明治神宮の中にあります明治神宮会館でアワードセレモニーをさせていただいたんですが、その時にもこの今日のお二人には登壇をいただきました。さて、本日はこの配信なんですけど、私たちの映画祭の YouTube チャンネルで配信ご覧いただけていると思います。ありがとうございます。また住友商事様が運営されていらっしゃいますこちらの会場なんですけれども、業界の垣根を超えたコラボレーションを実現するというイノベーションラボ未来ラボパレットにお集まりいただいている方々、3億5000万人のお客様と共にお届けしてまいりたいと思います。また YouTube をご覧いただいている皆さん、ぜひ随時コメントを送っていただきますと、私たちのところに届く予定になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは改めて先ほどご紹介させていただいたお二人をですね、さらにご紹介させてあげたいと思うんですけど、まず太一監督なんですけども、太一さんありがとうございます。はい、1984年になるんですか、 SFX アーティストとして映画界デビュー。そうですね、当時 SFX っていう言葉がブームだった、はい、そうですね、その頃まだ最先端だったんですけどね。懐かしいですね、1984年、VFX スタジオ、こちらは AT イリュージョンというんですね、 AT イリュージョン株式会社、それからロサンゼルスハリウッド拠点に映画作品をたくさん作られているプロダクションエドリードの CEO を務められ、もう本当に数知れずの映画、それからコマーシャルなどを作ってらっしゃるんですけど、ニコラス・ケイジっているじゃないですか、ハリウッドスターの、この主演映画のプロデュースも。そうですね、気のいいおっちゃん、みんなが、はい、みんなを幸せにするあの映画を。そうですか、すごいな、もうハリウッド人脈、この辺も今日語っていただければと思います。続いて加賀美さんなんですけども、加賀美孝人さん、高校卒業後アメリカカナダに4年間、留学を経験されて、2017年の1月から仮想通貨関係の事業に携わると。この辺が加賀美さん、もう相当儲かったってことですか。いや、全然10億20億もうお持ち。いやいや、もう事業ばっかりで、あ、すいません、投資の方あれなんですけど、初期の範囲ですね、台本にないこと聞きました、すいません、その2017年ですね、7月から仮想通貨ブロックチェーン専門メディアコインポストを立ち上げられまして、こちら、編集長をお務めになられたと。国内外の仮想通貨ブロックチェーン界隈の著名人との数々のインタビューを軸にですね、仮想通貨ブロックチェーンの情報をより早く正確な情報として届ける、そんな運営体制に力を入れてらっしゃるということです。早速ここからもうクロストークで3人でいろいろお話をさせていただこうと思うんですけど、まずはこのレトリックスターについて太一監督の方からどういったものなのか教えてください。はい、映画ザ・レトリックスター監督を担当いたします、太一と申します。よろしくお願いします。この映画はですね、クリプト、つまり暗号通貨、暗号資産、ここから始まる物語。ただ皆さんの中にあるキラキラしたイメージ、もしくはどうせいかがわしいものでしょうなんていうイメージ、そういったものを押しなべて真実の姿をお伝えしていこうと思います。そこには皆さんが知らない驚きの世界、これを社会派サスペンスとして描き上げます。実写映画です。なるほど。で、加賀美さんはこのプロデュースに携わっている。そうですね、コインポストっていうメディアはですね、はい、今国内では一番大きい暗号資産系の専門メディアになってるんですけども、私も事業としても暗号資産系や NFT 関連の事業っていうのを複数展開していまして、はい、で今回その太一監督とお会いして、実際映画のプロセス自体をですね、映画を単純にこう暗号資産をテーマに作るというだけではなくて、新しいその制作の形にトライしてみようというところで、こう技術側とかですね、あとは実際そのマーケティングサイトとか、そういったところで携わらせていただいております。まさにこの新しい映画制作のあり方というのは、この先どんなもの、今映像で、配信で皆さんにご覧いただいて、これは127年前の今、はい、映画って1895年あるパリの地下室で始まったんですよね。この時ルミエール兄弟の映像を見に来た人っていうのはわずか35名だったそうです。そこから我々の全てが始まってるんですね。なるほど、レトリックスター、これは、まあ、なんて言うんでしょうか、世界観を映し出している映像を今ご覧いただいている。はい、おっしゃる通りティーザーですね。これは本番の映画を撮影する前に雰囲気を伝えるための映像です。
なんだか意味深な、世界的なロケになりそうなんでしょうか。おっしゃる通りです。あの常識を飛び越えた結果、国境がかなり関係なくなってます。まだまだこの辺のベールはまだ剥がされていないので、一体どのロケ地でどんな作品になっていくのかというのはまさにこれからということなんだと思うんですけれども、実はあのカンヌ映画祭の方にもですね、今年のですがレトリックスターについてチームで参加されたということなんですが、太一監督。はい、カンヌ国際映画祭、皆さんご存知の場所だと思うんですけれども、はい、カンヌ国際映画祭の中でですね、我々の映画ザ・レトリックスターのローンチを行いました。制作発表ということを、はい、の先駆けてですね、今映ってる左側のおっちゃんいたんですけれども、彼は、これはトム・クルーズじゃないですか。トム・クルーズもいました、ね。トム・クルーズも関わるんですか。トム・クルーズ関わらない、分からない、まだそこまでは考えてないんですが、ハリー・ポッターの音楽チーム、ハリーポッターとか E.T. のですね、サウンドを作っているイギリスの巨匠がいるんですが、彼が参加することをオープンにしていました。キャストよりも先にクルーを発表するっていうトリッキーなことを、カンヌ国際映画祭の場から発表するっていうことをやってみました。はい、なるほど。もうそれはもちろん今お話になってるわけですから、オープンになっている。はいね、制作発表を待たずに、はい、この制作の過程すべてを公開していこうと思ってます。この辺のところがね、今日の肝でもあるんですけど、 NFT とかブロックチェーンというと、今日クリエイターの皆さんもご覧いただいているかもしれないんですけれども、なんか難しいしグレーゾーンがありそうだなとか、暗号資産でしょとか思われがちなんですけれども、オープンにディスクローズされた情報で制作過程が見えていくというもののようなんですけれども、このお二人に改めてこのプロジェクトに関わりながら、それぞれの立場でお聞きしたいのが、まあ、今のね映画制作の現状っていうものを、まず鏡さんの方からどんなふうに捉えてらっしゃるのか、携わってみて教えていただけます。そうですね、私はまあウェブメディアを中心としたビジネスをもともと展開していたので、はい、やっぱりこうウェブメディアって特にそのメディアの形態の中では消費が一番早いものであって、うん、まあ、映画っていうのはまあメディアの形態の中でもこう伝えるっていうものだとしてもかなりこう重いというか、よりこう制作の過程からすごいこう費用感もかなりコストがかかってきますし、はい、その全体的にもかなりその消費がすごい重いものの立ち位置にあるっていうような認識がありました。ただやっぱそういった中でこうメディアのこう一貫性の中でもですね、そのまあもちろんこう無料で消費できるようなコンテンツっていうのがこう様々世の中に増えてくる中で、まあそのもっとこういったこうもともとしっかりと伝えたいことをしっかりと練って、かつその自分たちの表現としてまあこう進めているようなこう映画とか、そういったこうよりこうヘビーな制作の過程っていう部分をもう少しその資金調達の過程からですね、はい、まあ、よりこうファンとかもっとこう自分たちと一緒にこうトライしたいチームとして、うん、こう制作をこうもっと軽いものにしていけるようなプロセスっていうのは、こう暗号資産とかグローバルベースでやれば、まあ、より資金もかつそこから公開後のですねマーケティングの領域もかなりサポートできる部分が多くあるんじゃないかなと思いまして、はい、まあ、そういったところでこうメディアっていう観点から一番最初興味を持ったんですけども、要は鏡さんから見るとやっぱり映画業界ってなんとなく重たい。そうですね、やっぱりその一つの、はい、こうコンテンツを作る資金規模を見ただけでもやっぱり重たいというふうに感じます。もうじゃんじゃん言ってください、映画関係者見てますからそれから映画メディアも今日入ってますから、そうですね、もうどんどん言っていただかないと。やっぱそその重たければ重たいほどよりこう今の世の中ってビジネスチックビジネス側に寄っていってしまうと思うんですよね。結局こう、はあ、少なからず会社でやってる以上はですね、利益を出さないといけないっていうところは前提にありますから、うんうん、やっぱりそこの利益を出すっていうことを前提に捉えたときに、どうしてもその重たいものっていうのをなるべく最初の過程でもう少し軽くしていければ、その表現的な部分っていうところの自由度もより増してくると思いますし、はい、輝く人も多く出てくるんじゃないかなと思っています、ね、なるほど。まさにこの辺から新しい映画制作のスタイルが見えていくはずというか、太一監督自身は実際にまあぶっちゃけ年齢も僕と近いですから、バブル後期からおとぎ話のような世界を生き、はい、映画制作業界というのを現時点ではどんなふうに捉えていらっしゃいますか。はい、本当に別所さんと同じ世代の中、キラキラした時代ももうダメなんじゃないかっていう時代も生きてきた中だと思うんですけれども、はい、
正直2つの思いがあって、映画誕生から127年目にしちゃ老けすぎてるなとか老けすぎてるなんか、あの飛行機って映画の8年後に生まれた後輩なんですよね。はあ、飛行機ってなんか宇宙産業にまで発展してキラッキラしてるじゃないですか、うん、なんか映画ってまだスクリーンで見てんのかとか 4K とか 8K とかそこっていう思いがありましたね。かなりその先の未来に行っちゃってる感じなんですけど、太一監督は、まあ、今 4K、8K、まあ、その映像のレゾリューションとか解像度であると、インプットもアウトプットも随分テクノロジーは進化してますけど、やはり太一監督から世界をまあいろいろ見てきた中で、日本での映画制作という立ち位置はまだまだ加賀美さん流に言えば重たい。あの本当おっしゃる通りで、あの業界のサイズだけは大きくなってしまったようです。でも実はあの視聴方法ばかりが進化して、制作方法、いわゆるあの技術じゃなくてですね、人間と人間が事業としての映画を作り出す、ここのプロセスっていうのの進化が止まっていたなと思い、それを再稼働しようとしてます。なるほど、より具体的にこの後皆さんにもお話しさせていただこうと思うんですけど、まあ、僕はあのご存知のように俳優として映画デビューをハリウッドでさせていただいて、まずぶっちゃけびっくりしちゃったのが、アメリカではこういう映画撮りたいなと思ったら、そういうレンズがないな、じゃあそのレンズから作っちゃおうみたいな、まあ、ある種違った重さがっていうか、ある種軽さというか自由な跳躍力があるなっていうのはハリウッド映画に参加してみて思いました。もちろんそのディベロップメント開発の段階もそうですし、ダイナミズム、それは世界のマーケットで何十億単位、もっと言えば何百億単位、最近のトップガンもそうなんですけど、マーケットの大きさの中で、まあ、ビルに例えると巨大なビルを作る集団なんだなというふうに捉えましたし、そういった映画の制作に僕も俳優として関われたことは大変あの意味があったし、さっき言ったようにレンズから作っちゃえとか、必要ならそういうプログラミングから作っちゃえとか、クリエイティブにおいてもテクノロジーにおいてもゼロイチがたくさんある場所でスタートさせていただいたことを今思い起こしています。そして日本の映画界であのすごく、ね、典型的な例を一つ紹介すると、映像配信の新規の事業者が十数年前に日本に来た時に、アメリカの方なんですけど、相談を受けまして、徹也と日本に行って映画の買い付けとか制作について聞きたいと思ったんで映画制作配給会社に行ったと。そしたらその配給会社の方が、いや、映画っていうのは今日本ではだいたい広告代理店の方が全体幹事会社で仕切っている制作委員会方式みたいなのがあるんで、広告代理店に行ってくださいと。で、広告代理店行って。で、広告代理店に行ったら今度は、いやいやいや、映画は最近テレビ局が中心になって、配信権、放送権ですね。放送権をもとに制作委員会を仕切ってらっしゃって、テレビ局の映画部とか映画制作の方はそこ行ってお話しされた方がいいと思います。今度テレビ局行ったら、いやいやいや、日本の映画っていうのは大手芸能プロダクションが大体仕切って、まあ、メインで動かしてますから芸能プロダクション行ってくださいと。で、芸能プロダクション今度行きました。そしたら芸能プロダクションのその映画制作のプロデューサーの方が、いや、映画ですから映画配給会社行ってくださいと。徹也、一体日本の映画界はどうなってんだと。こんないわゆる日本語でいうたらい回しっていうんですかね、ぐる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 めくるめくメリーゴーランドのような中で、誰といった意思決定をしたり、誰とクリエイティブの話をして誰とお金の話をしたらいいかわからないと言われたことがとてもシンボリックに思い出されます。これ10数年前、めちゃめちゃわかりますね。典型的な部分ですね。うん、でこれ別に批判じゃないんですよ。諸先輩方や20世紀の映画ビジネスの組み立てを多くの方々が先人が組み立ててきた。でもその20世紀型の大きな配給モデルだったり映画の制作のスタイルってものが、やっぱり今21世紀初頭生きている僕たちが
感じること、それから、Web3、 その前の Web2 の時代からの追い風の中でどう変革できるか、そのイニシアチブをどう私たちこの、まあ、極東アジアの国でいる日本でいながら世界発信したり世界とつながっていけるのかということなのかと思います。まあ、今お話したのはもちろん映画業界の方ご存知の制作委員会というものがあって、日本独特の進化を遂げたスタイルの中で関わっているプレイヤーが一緒に、まあ、なんて言うんでしょう、安全装置としてリスクをヘッジしながらやっていくと。今日多分この後お話に出てくる Web3 時代の香上さんが考えたり太一監督が考えているリスクヘッジの仕方や資金調達から最終的な政策っていうものは、ちょっと違ったものなのかもしれないので、ぜひその辺をですね、今日はご注目いただけたらと思います。NFT をはじめとしたこの Web3 のテクノロジーが映画を変える可能性、どうでしょう。NFT ってもうこの1年ぐらいはもういろんな人がいろんな形で話をしているものなんですけど、そもそも NFT という技術ズバリどういうものなのか、香上さんの方からぜひまずはお話しください。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと今オンライン上では資料が映されてるんですけども、はい、NFT としてはですね、主に4つの特徴を捉えていただければ、まあ、捉えやすいかなというふうに思います。はい。まあ、1つが、デジタル上にある世界の話なので、デジタル上に今までコピーできたものっていう中で本物オリジナルが何かっていうのをこう判断できるというところがまず1つ目ですね。でこれは、結構勘違いされがちなんですけども、オンラインの、この中でオリジナルものしかない、本物しかない。というわけじゃない、偽物ができないというわけじゃなくて、本物がどれか分かるっていう判別ができるっていうところが特徴ですね。はい、でもう一つ取引ができるっていうところがすごい大きくありまして、まあ、誰がオリジナルが誰かっていうことなので、その、まあ、この所有権を誰が持ってるかっていうところを証明できるっていうところがあります。はい、でまたそこにブロックチェーンのセットにですね、まあ、グローバルにつながる暗号資産があるので、まあ、よりグローバルに取引ができる流通網っていうのが、こう日本市場の固有の、制限がなくグローバルで取引が可能になるっていうだけで、こうその制限がかなり突破されてるっていう部分が大きいと思います。うん、で3つ目が総合運用性でして、まあ、これは、まあ、私たちのサービスが例えばじゃあ私たち映画を作りますとなった時に、はい、じゃこの映画を作るコミュニティの人たちがみんなこの会員権として NFT を持ってるとします。でその今までの会員権であれば、その会員サービスの運営会社じゃないと誰が会員かっていうのは分からないわけなんですけども、うん、NFT であればそこがオープンになってるっていうところが特徴でして、はあ、でそうなるとですね、まあ、例えばこの映画コミュニティに出資をしたグループに200人のコミュニティがいますと、ええ、でこれはそのすごい大きな価値があるわけなんですよね。映画に対してかなり興味を持っていて、かつそれに対して一緒の制作に加わりたいっていう、でその人たちが誰かっていうところが判別できるっていうのはすごい大きなことでして、まあ、次につながるサービスとか他のサービスがその人たちの人たちにアプローチをしに行けるっていうこともすごい大きな仕組みの一つかなと思います。なるほど。で最後はプログラミリティっていう、まあ、こう仕組み的なところと組み合わせられたところなんですが、はい、まあ、NFT に対してもともと技術的なところで、この何かのアクションをしたらこういうようなものを還元しますよとか、例えばこう何人以上が賛同したらその可決しますよとかですね、まあ、そういう法律みたいなものを技術的に組み込めるというところが大きいと思います。まあ、そういったことを踏まえるとですね、やっぱりこう NFT を活用することでコミュニティ運営っていうのがよりルールのもとにのっとってできるとか、まあ、グローバル的にそういう仲間を募れるとか、まあ、そういうようなところの革新性っていうのは結構大きな特徴かなというふうに思います。太一監督は映画監督としてこの NFT と映画、この4つの特徴というところから始まって、どこが注目すべきところなんでしょう。ここまで映画のプロセスを言語化するっていう慣習がないんだと思うんですよね。先ほど哲也さんお話しいただいたように、その日本っていうその交渉の場の中でぐるっと回ってしまった話ありましたけれども、あれも明確に言葉で語らないハイコンテクストな文化があるというか、うん、日本はやっぱり察する文化なので、ここまで明確に NFT とはとか映画の制作とはっていうことを語らずに、みんなが察し合いながら
作っていく市場、それが日本かなと。だけどこういう世代が出てきて NFT っていうものを活用するんだ、こういう世代っていうのは加賀美さんのような。そうです、はい、もうだってもう化け物じゃないですか。化け物には見えないんだけどな。いやもう年齢的に表向き優しそうな。いや優しいんです、ね、めちゃめちゃ。この知識と実行力、それ、ええ、彼らは架空の話をしないんですよ。すべてを検証しながら徹底的に最適化していって一つの答えに達する。これでもね、今までも映画って僕の浅はかなまだ知識で言うと、資金調達って政策委員会で数億、ひょっとしたら数十億、日本でもしていくわけですよね。国内外で NFT と映画の関係で画期的な集まるところ、どういったプロセスが大きく変わるんでしょう。またクラウドファンディングとは何が違うんでしょう。そうですね、まずクラウドファンディングと大きな違いっていうものになりますと、ある意味そのクラウドファンディングっていうのは点、その支援者等の点の接点なんですよね。で NFT っていうのはどちらかというと線の接点になりまして、まあ、クラウドファンディングよく皆さんご存知だと思うんですが、基本的に返礼品をもとに支援者は支援をして、 そうですね、でその返礼品をもらう、まあ、本当にその、まあ、ある意味物を購入するに近いものになると思います。例えば1万円クラウドファンディングで支援したら映画のクレジットに乗っけていただけるとか、そうですね、そういう返礼品があるということですね。あるいは最初の試写会に来ていただけるとか。そうですね、はい、逆に言うとその未来のものに対して、まだできてないものに対して購入をするっていうような立ち位置に近いと思います、はい、で一方 NFT というのは、まあ、そこにと全く同じことももちろんできるんですけども、まあ、それであればクラウドファンディングと全く違う、その違いはできないわけなので、うん、まあ、そのどちらかというとですね、 NFT っていうのは、まあ、匿名、反匿名でですね、その支援者であるっていうコミュニティに属するっていうところの 線の接点っていうのを作りやすいっていうのがすごい大きな特徴だと思います。しかも NFT っていうのはその固有性、オリジナリティがあるので、今もずっとこの4つの特徴ね、皆さん配信では見ていただいてますけど、常に自分自身の固有性あるいは取引の可能性を持っていられるってことですよね。そうですね、うん、まあ、なのでそういう、まあ、まず一緒に共同制作をしていこうとかですね、はい、その映画に対して後々じゃ作ったらあとは何か返礼しますよとかではなくて、一緒に映画作品を作っていこうとか、まあ、その映画の問題点について考えていこうとか、逆にそのコミュニティに対してその継続的に何かしらの特典を渡していくとかですね、うん、そういうようなその運営自体っていうところの変化っていうのがNFT だと実現しやすい。ということはレトリックスターはクラファンでお金を集めたり返礼品を用意しているのではなくて、太一監督、線でどういう今プロジェクトとして構想されているんですか、はい、話せる範囲で。いやもう全部話す気なんですけど映画ってやっぱり作品なんですけど、これが一つの著作物として、まあ、アーティストとしては言いたくないですけど商品として取引をされる場面が多かったんですが、はい、NFT がより細分化することを実現する、うん、例えば私も所属している日本映画監督協会っていうところは監督に著作権をっていう話をしていたんですが、はい、それをさらに解像度を上げていくと、その中にいる150名のアーティスト一人一人、その彼らが担当している一つ一つのそのプロセスまでもがエコノミー化できるようになる。例えばアニメーターが線を1本引いたその瞬間にそれ自体を NFT 化することで本人に紐付けて価値化することができる。映画っていうのは NFT 化された巨大な価値の集合体っていう大きな、うん、それこそなんか世界観になるというか、まあ、その履歴がブロックチェーンという技術で加賀美さん成立するようになったってことですよね。そうですね、まあ、本当にその、まあ、それを証明できるか何がメリットなのかっていうところになるんですが、やっぱりその、はい、例えばじゃあアニメーションを作る作品を一緒に共同で制作していきましょうと、はい、でもそれに対してビジネス的なところの観点でいくと、うん、まあ、こう1期がそこまで盛り上がらなかったから2期は作れる予算はそんなにビジネス的にはおりません、うん、でただファン、世の中ファンがすごいいっぱいいて、そのそこの人たちの続編を作ってほしいっていうような人たちがすごい多くいるとするじゃないですか、でそういう人たちとじゃあ一緒に共同でじゃあ2期のアニメーションを作るところのプロジェクトを立ち上げましょうっていうことが、
ケースとしてはできるわけなんですよね、はい、でこれって今までであればクラウドファンディングでは本当に日本のユーザーを対象としたものっていうのが中心になると思うんですけども、うん、今でこそ映像作品ってグローバルで見られますし、まあ、そういうアニメーションであれば特にその本当に世界各国にファンがいるわけなんですね。でそういうところの人たちから、まあ、そのより細分化してファンをこう紐付けていける、かつそのリスト自体っていうものをその名簿としてですね、個人情報をすべて会社が保有しなくてもですね、その接点を作っていけるっていうところでコミュニティ化ができるっていうのは結構大きなその映画制作プロセスの変化としては実現できるポイントになるかなと。それは作品を作るクリエイターサイドにいる今大地監督が言ったようなスタッフ全体とか俳優さん脚本家、そういった監督を中心にした方々だけではなくて、まあ、クラファン的に言うと応援しているような参加者という視聴者というんでしょうか、ファンも一緒になってできるということなんですよね。そうですね。でしかもそれがブロックチェーンによって透明化されているので、うん、まあ、さっきの取引履歴がですね証明できるって何があるかというと、実際に私たちは本当に古参というか、もう本当に初期から支援していたメンバーだよっていうところをこう自慢することができますし、うん、それがじゃあグローバルとかオンラインベースでそのメタバースとかのですね、はい、その空間とか広がってくれば、それがまた新たなトリガーになってさまざまなサービスに活用できたりとか、はい、その履歴に活用できるような仕組みっていうのがまたこう広がってくるケースっていうのは十分にあると。どうですか皆さん、この辺りぐらいからだんだん森の中で迷子になってないですか？ついてきてます？ついていってます。じゃあ、後ほど質問なども含めて、もうほとんどの方がこの新しい Web3、NFT、ブロックチェーンという言葉を聞いただけで、もうわけのわからない世界だと思っているかもしれないですけど、僕もそう思ってたんです、でも。ただ、Web2 で、やっていたときに、やっていたっていうか、例えば僕たち最初にメールアドレスを名刺に書いたっていうことって思い出せます？でこれからメアドでやるのみたいな、ああ言った時にこれからファックス、ファクシミリはいらなくなってとか、なんとなく実生活の中で想像できていたことが具現化されてもうストレスフリーでできているので、きっと Web3 でも今これから見えようとしているデジタルツインであったり映像制作に関わるクリエイターの皆さんっていうのは、今ちょっとなんかとっつきにくいなとか、思っています。実際加賀美さん、今はNFT ってどう世界では活用されてるんでしょう？そうですね、まあ、映画の世界でいくとやっぱり今は資金調達の領域がやっぱり大きいですね、はい、でこうやっぱりこう NFT の領域で考えたとき、先ほど継続接点を作れるっていうところで、やっぱり株主の株式の仕組みみたいにこうじゃあ将来儲かったら利益を還元しましょうみたいなことっていうのは、やっぱ証券に該当してしまうのでなかなか難しいわけなんですよね、うん、一方例えばこの NFT の中でもじゃあ初期から参画してくれてる人たちっていうのは、まあ、NFT でつながってるので分かるわけなんですよ、ええ、で実際にその作品ができた後にじゃあその中にすごいこう実際かなりの多くの資金が集まってすごい大きな作品になったと、でさらにそれが上映ですごい大きな興行収入を得たってなった時に、じゃあその人たちにまたこんだけ興行収入が出たからそれをもとにですね、その初期投資家の方に対して何か還元しようみたいなこともできるっていうのがすごい大きなポイントでして、うん、でそういうこう、そういえば本当にアーティストと会える部分、ものをこう抽選で渡していくとか、はい、まあ、実際にそのこの映画の上映に関してのイベントとか、そういうさまざまなそのファンに対しての還元みたいなところをその実際 その NFT の継続接点作っていけると、まあ、例えばそうなると他のそれだったら私もその NFT 欲しかったとかですね、うん、まあ、新しいそのこうファンとか参入者が増えてくると初期の投資家の人たちっていうところの NFT の価値ももちろん上がっていくので、まあお互いこうウィンウィンな関係性で作っていけるっていうのもすごい大きなポイントだと思います。これは大地監督どうですか、関連会社行ったり世界とつながってて NFT を活用した映画、あるいは映画じゃなくてもいいんですけど、実際どういう動きを感じました、ご自分のプロジェクト以外に？はい、皆さんものすごく関心持ってるんですね、はい、ただ何ができるかを探していて、うん、実は全員つまずいてる、あ、うん、実際まだ試行錯誤中、
そうですね、皆さんが最初にパソコンを買った時に近いというかやれることが皆さんが初めてパソコンを買った時に近い感覚、はい、どう使おう何に使えるの、何でもできるからこそ何もできないっていうのが今で、ね、カンヌでも NFT っていう文字をあっちこっちで見るんですけれども、ページめくると2ページ目ぐらいで未来へみたいな、いやいやいや、今画面には映画で NFT どう使えるって出てるんですか、どう使えるんですか、どう使ってるんですか、はい、世界は、自分はアーティスト側監督なのであえて、はい、アナログ的な説明で、そうすると多分ね眠くならない映画って人間が作るんですよね、どこまで行っても。そうですね、はい、でその人間たちっていうのは職人であったりクリエイターであったりアーティストだったり、でも NFT っていう技術と、テクニックを駆使すればですね、アーティスト一人一人を価値化することができる。例えば大リーグ選手のように、はい、映画の撮影の助手にスポンサーがついたっていいわけですよね、はあはあ、例えば俳優さんは難しいかもしれないですけれども、監督がスポンサーの名前を背負ったりしながら映画を撮ってもいいわけですよね。極論言うと、うん、映画を作るためにお金を集める、映画を作る、配給配信してマネタイズするっていう、このお金集める、制作する、売る、このプロセスを崩すことができる。その辺になってくるとな、どうですか金見さん、 NFT で映画がどう変わるんですか。そうですね、やっぱりそのグローバルの革新性、グローバル的なこうリーチが取れるっていうのがやっぱり一番圧倒的なポイントだと思うんですよ。でこれはやっぱりその暗号 NFT に限らず暗号資産でさまざま実証されてきた中で、まあ、本当に多くの人たちが参加するからこそ、うん、すごい価値が今まで高かったわけじゃないですか。言い方を変えると、日本で作ろうとしている映画制作に国境を越えて、まあ、どの国でもいいですよ、ブラジルでもリトアニアでも、そういう国々の人が参加できるっていうことですね。そうですね。それは出資というかお金を出すこともできるし、いろんな応援を NFT として、まあ、トークンをどういったんでしょう、買うんですか。トークン買うとか、実際そういうこうファンの活動に一緒に参加してくれた人たちに対してこう渡していくことももちろんできると思うんですね、うん、でやっぱりそれは映画ができる前から、前からですね、はい、しかもむしろその制作の資金を調達する前からファンの人数とかを可視化することもできますし、はい、そういう人たちがどれだけいるかっていうことをもとにビジネスとか映画のビジネスを展開していくってい う, こうプロセスが一個こうファンがいる前提で進めていくことっていうの いわゆる最近あるプロセスマーケティングとか、他の業界でもあるサブスクモデルっていう感じなんですか、そういうことでもないの。いや、サブスクリプションとはちょっと違いますね。結構サブスクリプションであるとやっぱりどうしても映像作品とかもですね、音楽作品とかもそうですが、はい、まあ、どちらかというとかなりその1コンテンツあたりの収益が希薄化していくと思うんですけども、はい、暗号資産の場合は P2P って言って直接ダイレクトにそのユーザーとつながれるので、ええ、まあ、そこのその作品 その支援者と実際の作品制作者側っていうところがダイレクトにつながるっていうところが、特にその手数料収入っていうところでの抜かれる部分もないですし、うん、ダイレクトにそこの関係性を築けるっていうのはかなり大きなポイントになるかなと思います。なるほど。映画で NFT はどう使える、この Web3 という世界観なんですけども、どうですかね、今配信でご覧になっている方や今日ここに会場でいらっしゃる皆さんは、この Web3.0、 Web3 の時代の映画作りどう捉えていらっしゃるのか。例えばブロックチェーン、 NFT、 そして、DeFi っていうんですよね、これね、ディセントラライズドファイナンス、いわゆるブロックチェーンの活用により金融サービスをこの完全な無人管理をするとかですね、運営をする仕組み、あと DAO、 DAO、 DAO というんですけど、この DAO はディセントラライズドオートノマスオーガナイゼーションといいまして、ブロックチェーン上で世界中の人々が、まあ、シームレスにというかボーダレスに協力し合って管理運営される組織と、まあ文章としては分かるんだけど、じゃあそれ実際どう実態があって何が行われて、ディセントラライズ、中央集権型ではない分散型、よく言われる世界ですよね、そのもので映画がどう変わるのか、鏡さんはどう考えますか。そうですね、このデファイとかそういう DAO とかですね、まあ、そういう、 こう、まあ、分散的なこうシステムとか組織っていうところに関しては、はい、まあ、ダイレクトにその
NFT とこうクリプトとか暗号資産ってかなり一緒くたに語られがちだと思うんですけども、ええ、まあ、そもそも NFT とか暗号資産の使い方っていうのは必ずしも分散組織じゃないといけないっていうわけではないと思うんですね。もっとこうビジネスライクに使っていけるユーザーとか企業っていうのもどんどん出てきていいと思いますし、うん、まあ、その中でどんどん洗練されていくものだと思うんですよ。はい、でなので、まあ、実際映画作りの部分っていうのを全て分散化するというよりかは制作過程っていうのは 分散する必要性はないと思っていて、それはやっぱりそのプロフェッショナルな領域、今までこう映画制作の長い歴史の中で積み重なったすごいこう高い技術っていうのがあると思うので、まあ、そういうところに関してはむしろその中央集権的で全然問題ないと思っていまして、どちらかというとそういう中央集権的な中でビジネスとしてでもですね、映画制作に対して自分がやりたいことができないとか、逆にもっとこうクリエイティブに対してこうやりたい発信があって、そういう人たちと一緒にその共通の理念を持っている人たちを探したいとかですね、そういう、こう、クリエイターの人たちの中で、様々もっと多くの、その、トライができる環境っていうのを、こう、もっと分散的に、グローバル的につながれる、ニューツーズモとかネットワークとして作るっていうところが、より重要性を持つんじゃないかなというふうに思います。言い方変えると、日本で誰も助けてくれないし、これ、こういうことやりたいんだと思ってる映画監督が、ひょっとしたら、この、メタバースとか、Web3 の時代は、世界中に3人とか10人とか、仲間を見つけることができて、お金を出してくれる人がいて、実はそこでプロセスの中でもう十分ペイできるというか、これ太一監督、クリエイティブってなんかこう中央集権的に監督やプロデューサーを中心にこう修練していくってイメージ強いじゃないですか、はい、そこは残りしつつなんですか、どうなんですか。まあ、あの DAO とかもなんかあのみんな平等みたいに置き換えて勘違いしてる人いるんですけど、はい、あの分散型であってもその中にちゃんと鋭利なピラミッドは存在してもいいんですよ。指揮者がいなければ答えにはたどり着けないこと。そうですよね。オーケストラもバラバラになっちゃいますよね。ね、みんな同じでって言ったらね、どのリズムでどうやって交響楽を演奏していいかわからないから、その指揮者はプロデューサーだったり監督だったり。はい、それは変わらず、逆にですね、その今この会場にも来てくださってるんですけれども、レトリックスターのプロデューサー、中辻プロデューサーっていう、私がとても信頼しているプロデューサーいらっしゃるんですけど、彼が非常にうまいことを言っていて、はい、Web3 時代の映像作り、映画作りって何なのっていう話をしたときに、ええ、見る映画が Web2.0 で、はい、Web3.0 は映画作りに参加する、うん、それが Web3.0 の映画だっていう話をされていて、非常に的確だなと思いました。観客は、ありがとうございます。我々観客として映画を消費してきたんですけれども、うん、映画を作る側に回ってみたらどうだろう。これは非常に破天荒に聞こえるかもしれないんですけれども、もともと歌音楽っていうのは聞く文化だったのが、フォークソングからバンドブームを経てカラオケっていう発信する文化に、うん、聞く文化から出す側へ、まあ、仲間と歌うっていうコミュニティですよね。おっしゃるとですね、新聞で情報を得るっていう、情報を得るだったのが SNS を介して情報を発信する時代になったんですよね、うん、今映像が Web3.0 に向かい、映画、これもまた自分たちが参加して発信する側に回る時代、それが目の前まで来てると思います。これは加賀美さん、いわゆるコミュニティドリブンっていう世界につながるんですかね。そうですね、本当にこうファンのつながりをどう意識させるかというところが本当に大きいポイントになるかなとは思います、はい、やっぱりその実際にですね、本当に映像に関わりたかったとか、実際作品に関わってみたかったっていう方っていうのはファンの中にすごい多くいらっしゃると思うんですよね。で実際それの接点っていうのが今 YouTube とかでその俳優さんとかとこうコミュニケーション取れるような環境っていうのは徐々にできてはきていますけども、はい、もっとその作品自体にコミットするっていう、こう作る側に回るっていうところに参加できるチャンスをこう作っていくっていうのは、うん、まあ、よりこう様々な形でこう作品が新しい形でできてくる一つのきっかけになるんじゃないかなというふうには思っています。はい、で実際やっぱりそんな口で言ってもですね、そんなんできるのっていうのがやっぱりなかなかこう皆さんこう難しく考えられているポイントだと思うので、ええ、実際私たちが本当に第1号となってですね、そういう作品作りのプロセスとかそのあたりを実際にこう映画制作の形の中で実証していきながらやってみてですね、じゃあその形をまあ様々なクリエイターの方とか映画を制作する方たちが使えるような、まあ、より使いやすいような形でフィットさせていくっていうのが、うん、このレトリックスターチームのやる
動きになってくるかなというふうに思います。いやなんかむしろ別所さんが考える Web3.0 映画ってどうですか。僕が考える Web3.0、Web3 の映画ですか。僕はまだだからまだ混沌としてます。ショートフィルムの映画祭をやっていて、俳優で、これから何が Web2 のあの革新的な追い風の中で、僕は映画祭をやったわけです。やり始めて、今もやってるわけなんですけど、ちょっと違うんですけどね、演劇やっててね、例えば演劇で、最終的に舞台に立つじゃないですか。その時に最近っていうか、ここ数年は、メイキングっていうんですかね、リハーサル風景をよりたくさんネットで見せた方が、チケットが売れるわけですよ。かつての発想だと、絶対に秘密に見せちゃいけないじゃないですか。そんなすっぴんの女優さんが、稽古着で、夢も何もない、まあ、舞台装置もないとこで、まあ、時に失敗したり、っていうのを見せてしまってはダメだっていう文化が、エンターテインメントの中心にあったと思うんですけど、実は舞台裏を見せたり劇場の構造を見せたり作っていくスタッフの悩みや脚本を見せていく方が仲間になって味方になって最終的な成果物である舞台を見に来ると、今ちょっと話を聞いてて、映画の参加する映画っていうものをもっとそれをグローバルにシームレスにボーダレスにやる道具がNFT であり、ブロックチェーンなのかな、Web3 という時代なのかなとちょっと思いましたけど、合ってます？非常に明快だと思いますね。なんか、我々が変わって別な世界に行っちゃうのではなくて、コミュニティドリブン、つまりコミュニティから始まり、形成されていく映画っていうものは、出来上がった映画を観客が見るんではなく、コミュニティの中から映画が生まれ、その映画を愛する人々が NFT とか Web3、メタバースに向かっていくだけなので、これでもね、できますかね、映画関係のメディアの方も今日ご覧来てくださってますけど、日本の映画って世界もできてないじゃないですか。ディズニーだって守秘義務で絶対に次の映画の内容秘密、参加する人は全部守秘義務でいつ何をやったかなんて言っちゃダメって言うわけですよ。ディズニーだけじゃないですよ、世界中そうなんです、日本もそうなんですけど、この感覚、カルチャーとか文化とかプロセスマーケティングに変革できますかね、加賀さん、太一さん。これもう完全にできると思っていて、うん、それは何か強いモチベーションを持って何かを成し遂げるっていうことではなく、数字が示す当たり前の話というか、うん、まあ、ハリウッドもちろんでかいですよね。で、コンテンツ産業っていう中に映画もあるんですけれども、第1位第2位っていうのはアメリカと中国なんですよね。で、日本って第3位なんですよね。ちょっと待ってくださいと、世界196カ国中日本って第3位にいるんですよ、うん、日本はついアメリカを見ていますけれども、実はカンヌ、ベネチア、ベルリン、いわゆるフランス、イタリア、ドイツすらも日本のマーケットより小さいんですよ、はい、実はハリウッドは少し高齢化してしまっていて、サイズが大きいから小回りが効かない。ああ一方、欧米、ヨーロッパ、あ、ごめんなさい、ヨーロッパの方、ヨーロッパの方っていうのはカルチャーとして映画のブランドは守っているけれども、うん、マネタイズに対して日本ほど大きなことができてない。でもこのムーブメントを引いて引いて引いて見ていくと、まさに今アジアの時代に向かっていることを皆さん感じていると思うんですよね。我々は日本映画っていう場所から発信していましたが、我々はすでに世界の頂点にしか向かってない。その中でやるべきことを一つ一つやっていく中に NFT が存在している。なんか嬉しいですね。でもね、なんかこう韓国勢とか韓流映画にちょっとね押され気味で、日本にはアニメがあるじゃないかとか言いながら、そこ本当は一つのアジアなんですよね。全体のアジアで見たら、そのアジア圏として今この映像はWeb3 の時代に覇権を取っていく可能性が高い。そうなんですよ。だから日本映画&アジア、はい、やっぱりね、別所さんのフィルムフェスティバルにアジアがついてる理由もそこかなってちょっと思ってるんですけど、この NFT と映画でレトリックスタートの加賀美さん、何を変える、加賀美さんは何を変えていきたいとお考えなんでしょう。レトリックスターが、はい、というプロジェクトを通じて、そうですね、まあ、私たちはやっぱりその映像作品をこう作っていくっていうことの本当に資金調達の領域からコミュニティに対してどういう接点を作っていくか、はい、その後のマーケティングの部分っていうところも含めてですね、まあ、よりそのビジネスの部分の収益の多角化の領域も含めて、こう様々もっと新しい
その映像制作の形っていうのが提供できる、あの世の中にこう示せるんじゃないかなと思っていて、はい、本当にその映像の作品自体の作り方の部分をもっとこう新しいその仕組みとして示して、それを実際にこう他のいろんな方が使えるプラットフォームとして提供していくっていうところに注力していくっていうところで考えています、はい、みんなが参加する、そしてゴールをテープをみんなできるということなんですけど、あの映画祭の話が出たんで、もう最後のあまり時間がなくなってきたんで、ショートフィルムと NFT っていうのをお二人からお伺いしたいんですけど、ショートフィルムメーカーが何ができるでしょう、そして映画祭というお祭りと NFT は何ができるでしょう、鏡さん。はい、本当に映画祭っていうところは特にそういうこう分散思想みたいなところとかコミュニティっていうところはすごいフィットしやすいと思っていまして、もちろん映画祭っていうのはこうダイレクトにこう映画として評価をしてもらうプロフェッショナルの領域っていうのはもちろんあるとは思うんですけども、やっぱりそこにコミュニティとかやっぱ一般人の方もこう入ってこう世の中に出てない作品とかを評価して、こうその中でこう自分たちで高め合っていくような新しいその映像の評価の仕方っていうところの枠組みみたいなものも作れるんじゃないかなと思います。どんなものができますかね、具体的に。本当に鏡さん作ってくださいよそうです、はい、でも今でこそ本当にこう多言語化っていうところから AI でどんどん発展していますし、まあ、その映像をこう見る側の部分っていうところと消費する側の中での技術的なこうハードルもどんどん下がってると思うんですよね。そうなるとさまざまな映像作品を作ってそれをこう評価してもらうっていうところでもグローバルでもっとこう枠組みを作れるようなこう一つこう土台を落とした映画 の, その制作の祭りお祭りを作って、そこからよりプロフェッショナル領域で上げていくっていう、あ映像甲子園みたいにちょっとヒエラルキー作りながら、そうです、ね、コミュニティ参加したり それをこう評価するいろんな場ができて、はい、それは DAO を使うみたいな、そういうことですか。 DAO っていうところよりかはやっぱりこう映画が好きな人たちにまず集まってもらって、うん、そういう人たちをこう紐付けるためにこういう技術を使っていく、別にわざわざ最初からこう仮想通貨を買ってください、NFT を買ってくださいっていう、そういう必要性は全くないと思うんですね。うんうん、まずそもそもそういう人たちに、まず好きな人が集まってもらって、その人たちが単純に Google のアンケートで投票して終わりではなくて、そういう人たちとより継続的に一緒にやっていきましょうとか、一緒にそういうここで出たものの評価っていうところから何かを還元していくっていうコミュニティに発展していくためのきっかけとして技術は利用できるんじゃないかなと。太一監督はどうですか、ショートフィルム、太一監督みたいになりたいなっていう人や、その映画祭という祭りを NFT やブロックチェーンで何が変えていけるでしょう。あもう本当にまさにそこで、あのショートフィルムっていうそのポジションが非常に重要になってきてますね。ああというと映画の短いものをショートフィルムだと思ってる人が多いんですけど、実はそうではないんですよ。映画の長編っていうものはプロが作ってる、そこは変わらないんですが、ショートフィルムっていうのは映画を短くしたものではなくて、実は見るのは長編映画、ショートフィルムっていうのは作りたい側の作品だったりもして、今、うん、TikTok や YouTube でみんなが作品をアップしてますが、彼らはすでにドラマを作りたくなってるんですよね、うん、彼らは向かっていく先がショートフィルムであることは明確である。これはブランデッドムービーとしてのショートフィルムもそうですけれども、どん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 一般人が映画を作るようになる、その入り口は必ずショートフィルムであり、そのショートフィルムこそが近未来の映画に向かってるんですよね。よくね、あの踊ってみたとか歌ってみたじゃないけど、映画作ってみたっていう集団とまさに Web3 のブロックチェーンや NFT が紐づくと、あっという間に国境を越えていけるということなんだと思うんですけど、実はあの僕たちがやっているあのショートフィルムフェスティバルは、映画祭のアワードセレモニーで NFT グローバルシネママーケットというのを、来年映画祭が25周年という節目、お祝いの周年事業でやっていこうということで、すでに発表しています。ウェブサイトもぜひ配信サイトをご覧の皆さんも、会場の皆さんも後ほどご覧いただければと思うんですけど、このビジュアルボイスという会社が、私が代表している会社で、そちらで、今、映像で出ましたね、サイトがこのようにございまして、ここでまさに僕たちも、レトリックスターのチームやコインポストさんが今進んでいる世界を動き出していまして、映画祭ってね、たくさんの作品が今年も5000本以上、まあ、延べで言うとたくさんの数字がここにあるように、集っていますので、
このビッグデータをデジタルデータアセットマネジメントと、ちょっと横持ちになっちゃいますけど、していくクリエイティブなアセットマネジメント、銀行が情報銀行をスタートしているようにやっていこうと、今ここにあるサービスというところにいろいろなサービス、この中にその NFT を使ったグローバルシネママーケットであったり、クリエイターのまあマッチングであったり、著作権の履歴を作っていくことだったり、そういうようなことにブロックチェーンや NFT を活用していこうと考えています。ぜひ興味のある方、あるいは一緒にこんなことができるんじゃないかと、すでにハッカソン、アイディアソンとして、いろんな、もうもちろんコインポストさんやレトリックスターさんを筆頭になんですけど、こんなことを映画祭でやろうよとか、仲間を集めてこんな事業をやろうよみたいなことを、この、8月以降どんどんと皆さんに声をかけていきますし、皆さんからも声をかけていただいたり、僕たちのサイトを通じてノックしていただけたらなと思ってます。住友商事さんもぜひ参加してくださいね。住友商事さんどこじゃない、いらっしゃるのかな、わかんないけど、まあ住友商事さんだけじゃなくてもいいんですけど、いろんな方々、はい、今日はこう会場もご提供いただいてありがとうございます。最後に、時間がないんですけど、改めてじゃあ、あえてちょっとここは気にしとかなきゃっていうデメリットというか注意点っていうのはお二人から聞いておきたいんですよね。ショートフィルムだけじゃなくて映画、エンターテインメントと NFT っていうもの、あるいはブロックチェーン。そうですね、はい、やっぱりこのリテラシーが必要になってくるっていうのがすごい大きなデメリットだと思います。あ、というと本当にこう誰もがじゃあ気軽にやろうってなって、じゃあこう参加できるものではないっていうところのハードルというのは、やっぱりこのブロックチェーンの技術サイドの UI、UX の領域とか、うん、まあ、実際さまざまなこのハードルっていうのはまだまだ解決しないポイントがもちろんありますので、ええ、やっぱりそこの部分っていうところにどうやってこういうユーザーの方が、はい、まあ、NFT とかそもそも言葉を知らなくてもこういうそういうサービスに参加してちゃんと価値をこう感じてもらえるか、はい、またはやっぱもちろんその規制の部分とかもそうですけども、本当にこう技術サイドとか規制サイドとかってまだ解決できてない問題っていうのも本当にありますので、そういうグローバルのリーチの部分は強いっていうだけで、安易にそのこうビジネス展開したときになかなかこうビジネスサイド側もですね、なかなかこう問題とか課題を抱えてしまうケースっていうのは本当にさまざまな部分出てきてますので、うん、やっぱりどうしてもこうデメリットがないというか、むしろデメリットをかなり前提に考えた上でこう事業とかこう参入を進めていかないといけない。だから自分自身もしっかり勉強することも必要だし、ハイリスクであるという点もあるってことですね。まだまだそういうことですか。そうですね、ハイリスクというよりかは、まあ、まだこの不透明な部分がありますね、うん、本当にこう日本であれば特にですね、そのこういうような規制があるからビジネスをやろうっていうのがやっぱ常じゃないですか、はい、まあ、アメリカであればその法律がなかったとしてもトライして後々判例で判断していくとかっていうのは結構あると思うんですけど、まあ、そういうような日本サイドの考え、企業の考え方でいくとどうしてもリスクっていうのはついてきてしまうポイントになっているのは間違いないかなというふうには思います。太一監督はアーティストに対してあえて、はい、NFT もそうなんですけど、業界的な標準が決まったら自分も参入しようと思ったら多分できない。もう時代はそっちに向かってるんですよね、うん、しかもそれ変化し続けているので、気になったなら今日皆さんがやっている仕事のやり方でこの先一生やっていくんだったら今のままでもいいかもしれない。ただ観客の意識変わってますからね。観客が興味を持ってる NFT とか新しい技術ならば、今日今から参加して近くにいて肌で感じながら自分を変えていくしかないと思うんですね、うん、一番のデメリットは参加しないことだと思います。いや、参加しないことですって皆さん。確かにどんな事業あるいは人生もそうなんですけど、何もやらないのが一番のリスク、あるいはこの Web3 の世界っていうのも、自分で知りリテラシーを高め仲間を作り信頼できる人と手をつないでいくということが一番大きなことだと思います。まあ昨今いろんな形でこれ全く違う違う話という部分がつながっていますけど、暗号資産なんかでもね、結局お金を集めていなくなっちゃうとか、その運用においてその何かが起きてしまうということでニュースになったりすることも多いじゃないですか。こういうことに対してはコインポストの鏡代表としてどんなふうにお考えになっていますか。いや本当にかなり課題感はかなりある
あるなと思っています、業界としてですね。やっぱりこう技術的なそのハードルっていうところでいくとですね、やっぱり参入が誰でもできるっていうのがこの業界の特徴なんですね、はい、本当にこうオープンな世界っていうところを歌ってるからこそ、こう誰参入が誰でもできるっていうのはすごい大きなメリットではある一方でですね、やっぱりそういうセキュリティな部分とか問題点っていうところをはらんでるようなプロジェクトっていうのは本当に様々ありますし、実際この取引とか投資にあまりこう慣れてない方とかですと、やっぱり流動性とかですね、はい、いうところで見たときに NFT っていうのはやっぱりこういう それぞれ本当に売りたいときに売れないリスクとかっていうのもついてきてしまう部分っていうのはあります。なので本当にこうメリットの部分っていうのも十分にあるものの、個人の方が参入するっていうときにもっとちゃんとこう調べたりとか自分の中でこう判断ができるかできないかっていうのはすごい重要になってくるポイントになるので、まあ業界としてまだ未熟な部分ですね、はい、そういうところをこう判断した上でさまざまなところにトライしてもらうということがやっぱりこう、まあ、本当に今見ていらっしゃる方とかこう会場にいらっしゃる方含めてこうお話ししたいところ、まあ、一番大きいポイントかなというふうに思います。ぜひ一緒に皆さんとこの分野を耕していき、エンターテインメントやショートフィルム、映画、そういったものがこうハッピーな世界をどう作っていくのか、世界とどうつながっていくのか、これからも今日はもうまさにキックオフだと思っているので、ご一緒できればなと思っています。そろそろお時間になるんですけど、質問とかどうされます？質問コメント欄ちょっとどのようにチェックしていきましょうか。質問のある方いらっしゃいますか？手を挙げてらっしゃる方、はい、何か。ウェブ 4.0 教えてください。ウェブ 4.0 を教えてくれと。 3.0 の次の映画を含めた 4.0 は何なんだと、どういう未来予想図でしょう。加賀美さん、太一監督、まあ、なんか Web3 っていう言葉自体の定義もまだ未確定なわけなんですよね、はい、で実際そのウェブ何が Web3 かっていうのはそれぞれこう判断する人によってかなり大きなポイント異なると思うんですけども、私としては Web3 の一番大きなポイントっていうのはやっぱりそのトークンとかその NFT っていうのを一緒に持ってもらって一緒に価値を高めるっていうのがその個人レベルでできるようになったっていうのが Web3 の大きな特徴だと思うんですね。これ今まで Web2 とか今までの領域だったら株式の仕組みであればその株主が持って一緒にその会社を大きくしていこうっていうのがこれまでのそのすごい長い歴史の中であると思うんですけども、はい、新しくそのトークンっていうのを個人の人たちが持って一緒にそのサービスを高めていこうっていうのがすごい大きな変革行為となっていると思うんですね。大地監督はその、はい、どうぞどうぞ、その、ね、その中で Web4 っていうところを考えたときに、はい、何になるか、これ本当にこう Web4 とか Web5 とかって結構話として出てくるんですけど、ええ、私としてはまだそこの Web3 すらも固まってない状態なので、何がこうそこに入るのかっていうのはなかなかこう、まあ、メディアとしてもですねこう断言しづらいなっていうのはちょっとは、そうですか、正直な率直な感じではあります。まだまだ Web4 に行く前に Web3 のような状況です。どうですか太一監督は。あの NFT とかブロックチェーンっていう言葉が日常的に使われなくなった時が Web4 じゃないかな。当たり前な技術になっていくことが必須だと思ってます。それはコモディティ化っていう意味ではなくて、日常になるっていうことですね。それはすぐだと思いますよ。なるほど。僕も Web3 の延長なのかもしれないですけど、 Web4 ってなんかこうテレパシーみたいな、もうなんか空間も、それもそれ Web3 なのかな、もうなんかこうコミュニケーションそのものが今動画コミュニケーションに全て変化していると思いますが、この先のコミュニケーションが次の領域に入っていくっていうか、ひょっとしたらもう死んでしまった先祖とコミュニケーションができるみたいな、デジタル上に残っている人ととかっていうのはもうウェブ上でももうイメージされ始めてますけれど、言っていいのかどうか分かんないですけど、レトリックスターの音楽を担当しているあのハリーポッターの音楽チームは、はい、頭に脳波の波形つけて心の中で作曲したりしてるんですよね。うわ、もうやってました、ロンドンです。なるほど。もうだからそういう世界観が想像力で生まれたものが有形無形形になって価値を、バリューを持っていく、その、まあ、動きがもう Web3.0、Web3 の中で巻き起こっているんじゃないかなと思います。その他どうですか？ご質問ありますか？あるいはネット上では質問来てたりしますか？ NFT の注目のプレイヤーはいますかっていう質問があるんですけど、加賀美さん。
コインポスト注目のプレイヤーっていうのはどういうところですかね。そのプロジェクトっていう感じですかね。そうですね、質問をちょっと想像力を持って。でも結構そのメディアなので、そのこの仮想通貨いいですよとか、この NFT おすすめですよってなかなか言いづらいポイントあるんですけど、うん、やっぱりそのエイプとかですね、あの辺こうフォワードエイプとか、もう本当に NFT としてコミュニティがもうすでにブランド化されてるもの、はい、もうすでに NFT コミュニティじゃなくて、そもそもそれがブランド化されてるものっていうプロジェクトっていうのは、もうそのコミュニティ自体がその作品自体を使ってさまざまなところで活動し始めてる、それも本当にエコシステムに なりつつあるんですよね。そういうのはすごいやっぱプロジェクトとして注目だなと思ってまして、例えば最近ですとこう中辻もあのツイッターで公開してましたが、本当にその一番大きな音楽フェスティバルの中の一つをのスポンサーをですね、そのプロジェクトのチームとかそういう支援者が担っていて、うん、まあ、その中でそういう作品を使った人たちが集まる音楽フェスティバルのサイドイベントを開いていくとかですね。なるほど。まあ、それが実際企業活動レベルじゃなくてコミュニティレベルでどんどん活動が普及していく、でお互いそのコミュニティの価値を高めていこうっていうような活動が波及してるっていうのはすごい面白い事例だっていうふうに思います。大地監督は注目の NFT プレイヤー、あの今あの日本の中にいるアーティストたち一人一人に全員にチャンスがあると思うんですよね、はい、あの注目されているのはあのレトリックスターの中のチームの中にもいるんですけれども、はい、あのアニメーターのゴズさんっていう方がいて、うん、彼女はアニメーターであり、まあ、鬼滅の刃とかポケモンワンピースとかのアニメーターでいらっしゃいますけれども、彼女が自分の作品をアップしたところをファウンデーションで、月間で世界一位になると、そのぐらいの注目度を持てているので、うん、アーティスト一人一人が今大チャンス、あの一番てっぺんのプレイヤーになれるいいタイミングだと思うんですよね。みんな入れます、はい、皆さんあなたが注目のプレイヤーになるということを大地監督が、まあ、自分以外というもちろん意味だと思いますけどもね、このレトリックスターというプロジェクトが今どのように走っていくのかを注目いただき、ご参加いただき、僕たちの映画祭もですね、この NFT を使ったさまざまなプロジェクトを立ち上げていこうと思ってますし、世界中のクリエイターの皆さんのドアをノックいただいたり、僕らの方からもノックしたりしてつながっていき、まさにコミュニティを作っていきたいなと、そのように思っております、少し時間を過ぎて、お話を伺ってきました。私たちの映画祭、来年25周年を迎える、国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジアなんですけども、この Web3 の時代をやはり映画祭として、最先端を走りながら映画のシネマの素晴らしさというもの、伝統的な部分もしっかり守りながら表現をしていきたいなと思っています。実際8月1日からは作品の世界公募も始まります。そして先ほどお伝えした NFT グローバルシネママーケット、いや参加するよと言ってくれるクリエイターの皆さんも募っていますし、こんなことを一緒にやろうよと言ってくれるような、まさにこの Web3 で活躍されている事業者の皆さん、いや活躍してなくてもこれから一緒にやりたいんだと思ってくださっている皆さんに集まっていただければなと思っております。本日はこのお二人を招いてですね、このクロージングセミナー、映画祭の最後を飾るセミナーをやらせていただきました。大地監督、金見さん、本当にありがとうございました。いや本当、世界の入り口に案内いただいてありがとうございました。金見さんもありがとうございました。ありがとうございました。本当に、まあ、こうリスクもありつつすごい挑戦ができるっていうチャンスがまだまだ、そのこう参入ハードルがそういうところで高い分こう残されている領域でもあるので、はい、まあ、これからまあいろいろ技術的な領域っていうところでも、さまざまな会社とかプロジェクトとか企業っていうのがこう模索してくると思いますけども、本当にこう映画の制作のシーンでも、まあそういった新しい形の何か技術革新とかこうトライっていうのができるといいなというふうに思っております。そうですね、ご覧いただいたクリエイターの皆さん、そしてさまざまな事業者の皆さん、出資者の皆さん、メディアの皆さん、ぜひあの私たちの方にもこんなことできないのかとか、こんなまだ質問があるとか、どんどん届けてください。そしてつながっていければと思っております。本日は皆さんありがとうございました。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 